い、皆さんこんにちは、マクワタンです。今日はですね、こちらの豚肩ロースを使ってトンテキを作っていきたいと思います。材料を紹介します。まずこちら豚肉ですね。ニンニク、バター、生姜、蜂蜜、醤油とみりん、お酒、今日はロゼワインですね、こちら。それからビールです。ビールはね、ちょっとこれ今日も飲むようです。いただいちゃいます。うまい。今日もよろしくお願いします。作っていきます。まずはね、今日このニンニクを、スライスしていきます。 1,2,3 かけ分ぐらいですかね。さっくんといきましょう。もうざっくりでざっくりスライスしていきます。はい、こんな感じです。はい、そしたら先にタレを準備しちゃいます。まずね、今日タレに使う生姜ですね、こちらを1かけ分ぐらいおろします。はい、生姜をおろしたら醤油が 20cc 入ります。みりんが 20cc です。お酒またはワイン、白ワインかなんか、今日はロゼワインですけど、うち 20cc です。醤油、酒、みりんは1対1対1です。蜂蜜入ります。蜂蜜が大さじ1ぐらいですね。はい、これを合わせていきます。はい、これでタレ完了です。はい、そしたら飲みながらやってまーす。次はね、豚肉の処理をしていきます。まずね、この油の多い部分、肩ロースなんですけどね、この油の多い部分にちょっと包丁を入れます。今日ね、グローブカットっていう、ぐーっとちょっと切り込みを入れていきます。全部切らないでください。ここぐらいまで、指2本分ぐらい残して、ちょっとぐーっと筋を入れていきます。こんな感じですね。これがなんだ、こう手のようにグローブみたいになるっていうことで、グローブカットっていうらしいです。はい、そしたら塩コショウを両面に、軽くでいいです。あのタレで味付けもするので、両面に塩コショウです。はい、塩コショウしたらね、全面にこちら片栗粉を全面にまぶします。全体に行き渡ったら、ちょっと余分な部分を軽く落としてあげてください。ちょっと叩いてあげるとね、あの無駄な粉が落ちます。こんな感じです。はい、そしたら肉焼いていきます。まずね、フライパンちょっと温めてバター溶かしていきます。はい、バターある程度溶けてきましたね。こっからもう今日は中火でずっといきます。難しいことはしません。中火でバターがちょっと溶けてきたら、ニンニクが入ります。これでニンニクがちょっと香りが出てくるまで待ちます。はい、今ね、ニンニクがちょっとジュルジュルいって、いい感じに香りも立ってきたので、ニンニクは今日は色はつけません。ここでは肉を入れていきます。ちょっとね、ニンニク片側に寄せといてあげてください。こっからもうずっと中火です。片面が焦げ目がつくまでこのまま待ちます。はい、今ね、だいたい5分、6分ぐらい経ってます。もうちょいですね、焼き色もうちょいつけたいですね。もうちょい待ちます。この焼き色加減で返してください。で、ここら辺のニンニクがいい感じの色になってきたので、ここら辺一回取り出しちゃいます。こんな感じでね、取り出しました。はい、そしたらね、今いい感じに焼けてきました。こんな感じです。これぐらいの焼き色までね、つけてもらって、今このうちの
電気コンロでだいたい10分ぐらいかな焼いてました。こんな焼き加減です。これでねもう若干裏も焦げ目がつくまで焼いていきます。はい、今裏面の方だいたい3分ぐらい焼いてあります。焼き加減は一応こんな感じでちょっとついてきましたね。裏側はそんな時間かかんないです。で、ここでこのちょっとアクみたいなのが出てくるんで、こういうのを余分な油とアクみたいなのを若干吸っちゃいます。油全部拭き取らなくて大丈夫です。余計なアクとかそういうものだけで OK です。油を拭き取ったらタレを先ほど用意したのを入れていきます。うん、香りがいい、いい香りがしてきた。ここでちょっとだけ火弱めてください。中火から弱火ぐらいですね。それでちょっと蓋をして蒸し焼きに 2,3 分蒸し焼きにしていきます。はい、だいたいね 2,3 分蒸し焼きに、弱火で蒸し焼きにしたらこんな感じですね。今こっから最後に一番強火にして煮詰めていってあげます。で、煮詰めていってあげるときにこのタレをね表面にこう絡めて、こうするとね照りも出てきて旨味もぐんとアップします。おー、うまそうだ。これでちょっと煮詰めていきます。とろみが出るまで。うん、ちょっと煮詰まってきましたね。もう香りがだいぶやばいです。これね、ほんともうフライパン1枚でちょっとほっとくだけで焼くだけ、もうすっごいお手軽ですよね。うん、美味しそうになってきた。もうちょいですね。うん、こんなもんで OK でしょう。とろーっとしてきました。だいたいこんな感じまで焼けました。うまそうですね。いい匂いがします。これをこれから盛り付けていきます。はい、そしたらね、まずお野菜、今日はこちらレタスの千切りでございます。色味にブロッコリー、青がいいですね。青ときたら赤、トマト乗せます。うん、そしてメインのトンテキがドーン。うおー、いい照りだこれ。うまそうですね。これで最後にちょっとタレをかけてね。うん、忘れていたニンニクをこちらにがっつりがっつり乗せちゃいます。おお、これでね、お好みでね、横にマヨネーズ。はい、こんな感じでトンテキが完成です。おいしそう。今から食べていきます。はい、じゃあ食べていきます。今日はねナイフフォーク使っちゃいます。いや、すごいね、これ。こんな感じですね。もうこれ、照りがすごいな。ちょっと食べてみます。うん。タレもしみしみで、肉もジューシーですね。うん。片栗粉つけてるからね、肉の旨味を中にギュッと閉じ込めてますね。うん。これは、これは美味しい。うん、ご飯が踏む。これね、マヨネーズにつけてもきっと美味しいはずです。見てください、この色。うん、油まで美味しいですこれ。うん、うん、ご飯が踏む。以上です。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。